こんにちは、ふわりです。家の中にある身近なものや訪れた景色などをモチーフに家の食卓で絵を描いています。今日は新緑を味わいたくて大阪府箕面市にやってきました。ここはもみじの紅葉が有名で、秋になるとたくさんの人がもみじ狩りにやってきます。紅葉も素晴らしいのですが、この季節新緑も素敵なんじゃないかなと思って来てみました。この先に大きな滝があるのですが、そこにつながる、そこへ行く道、滝道、ここは新緑と小さな滝両方とも見ることができる、とても素敵な散歩道です。この日は大きな滝のところまでは行かなくて到達できなかったんですけれども、途中でね引き返してきたんですけれども、新緑の中、ゆっくり歩いて流れる川の音を聞いたり、小さな滝を見たり、散歩してきました。そんな新緑と水のある風景を今日は描こうと思います。まず鉛筆で下書きします。ものの輪郭を描くというよりは、地形をなぞるように、地形の上をなでるように鉛筆で描いています。色をつけていきます。葉っぱの色、これは中間ぐらいの色より少し明るめの色を基本にベースに塗って、そこから、さらに明るい色を黄色で置いて、暗いところも描いて色に幅をつけていきます。新緑のもみじ、本当に透き通るように美しいんですよね。実際に目で見て本当に綺麗な色の景色を絵にするのはとても難しいなと思います。まだそんなに暑くなく、冷たい空気の中で涼しそうに揺れている新緑のもみじの感じが出せたらなぁと思うんですけれども、どうしようか迷ったのですが、今回も、ペンでこの杭、柵ですね、柵や枝などはペンで描いていこうと思います。柔らかいタッチ、柔らかい感じで自然な感じで仕上げるときは全部筆で、絵の具で仕上げた方がいいと思います。メリハリをつけたい場合は、違った画材、素材を使っ、このようなペンのように、強く描けるものを使ってもいいのかなと思います。Thank you.
こからはひたすらもみじの葉っぱを細かく描き足していきます。以外の道や土手、川にも色をつけます。この川から道に上がっている土手、ここの形ですね、ここを描くのがちょっと難しかったです。葉っぱがね生えているので緑で葉っぱ描きたかったんですけど、そうすると上のもみじとが目立たなくなってしまうんじゃないかなと思って、なかなかここの土手の形が描ききれていません。道、左側の道の小道の奥と川の奥が暗く影になっているので、ちょっと暗くしてみたんですけども、どうなんでしょう、これは、した方が良かったのかしない方が良かったのか。ではこの辺で筆を置きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。